信長はね、人生で何度も逃げてるんだよ。家来たちをね、捨てて逃げてるのね。ひどいよね。それでも部下たちも、それから同盟した人たちも信長についていってるのね。そんなひどいことをされてもなお信長についていきたいという、そういう魅力が信長にはあったっていうことだね。京都行くときの、 行きか帰りかに物追いに合うんだよね。そうすると非常に気の毒があってさ、ちゃんと施しをするわけよ。そういう非常になんか優しいところがあるんだよね。だけど一旦自分の言うことを聞かない、自分がやろうとしていることに逆らうというようなことになると、徹底的に粛清するでしょう。もう本当に皆殺しにするっていうようなことを平気でやるわけよね。そういうやっぱりこう相矛盾するものをやっぱり非常にこう同時に持っててさ、その間をやっぱり行ったりこう来たりこうして、人間性の幅が広いんだよね。それでそこにこう もっとなんか今まで誰も考えつかなかったことを思いついた、オリジナリティがあるよね。例えばね、道路の整備なんかやってるんだよね。だから道路の整備なんか当時の人はただ道でありさえすれば通れればいいっていうような、便利な道があればいいっていう程度にしか考えないんだけど、信長はやっぱり幅とかね、それから街路樹を植えたりしてるんだよね。もうそれはもう地図で残ってる。一直線のまっすぐな道ね、まっすぐな道が一番いいわけですね。それでその道の両側には松や柳の木を植えろという命令を出してるんですね。それは本当にローマに例えるとビア・アッピア・アンティカっていう道路がローマから世界中に向かって、でマイルストーンっていうのが立ってですね、まあ一里塚みたいな風にして立ってるんですね。全ての道は信長へということだったと思いますね。その辺の考え方もやっぱり道路の整備なんていうのは思いもよらなかったんじゃないでしょうかね。まずとにかく道路が一番大事だっていうことをきちっと認識したんでしょうね。物資なんかを運ばなきゃいけないから、だから兵員の移動、一直線が一番早いわけですよ。
それから産業も商業も発達するからね、道が整ってればね。だからその道の両側の柳の木とか松の木っていうのは敵が攻めてきたら切ればいいわけですよね。そして道の上こういうふうにしてしまえばもうそこから進撃して来れなくなりますからね。その辺もやっぱりちゃんと計算に入れてたんじゃないでしょうかね。信長はあの戦争の時自分で鉄砲を前線で撃ったことがあるんですね。それはですね、種子島はパーンと一発撃つ、そうすると空になって中に何も入ってない状態なんで、その鉄砲を部下に渡す。そうすると新しく弾が込められた銃を他の部下から渡されて、それを撃つ、そしてその次にもまた撃つと言って、そうするとどん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 続けて撃つことは、気が短い人ですからね、続けて撃ちたかったんだと思うんですね。でそれは三段撃ちの発想の基本になったんじゃないかと思うんですね。ああそうか、こういうふうにすれば連続的に単発銃を発射できるんだという発想ですね。世界で最初だもんね、あの三段撃ちは。だそんなことなんか当時の人でよく思いつくよね。やっぱり天才だからだとしか言いようがないよね。面白いよなそういうの。戦争、また戦争の日々だよね。負けることが分かるとすぐ逃げるもんね。誰にも言わないで逃げちゃうもんね、自分だけ。節操がない、節操は不要。変えるっていうことはね、往々にしてね、卑怯って言われるんだよ。だけどね、卑怯なんていうコンセプトはないんだよ、戦国時代。だって生きるか死ぬとき卑怯もヘチマもないでしょ、生きたいんだから。そっちの生きることの方が大事なんだからさ、そんな卑怯なんていう言葉にとらわれることは何もないんだよ。でも今も戦国時代だからね、ある種卑怯見ればヘチマもないんですね。やりたいことやればいいんです。その場限りで。あれもあるし、これもあるし、これもあるし、あれもあるでいいんじゃないかな。そう、変な節操は持たない方がいいなとは僕は思う。節操のために命を落とした人もいっぱいいるんじゃない。その時殺されないように逃げるためにはもう嘘でも何でも、もう手段を選ばないで上手に逃げるしかないじゃない。だって戦国時代ってのは そういうことを教えてくれるよね。ヒデちゃんの歴史や本邦を見たら、まずいいねを押してください。そしてチャンネル登録をしてください。このヒデちゃんの歴史や本邦は非常にユニークな番組だと思いますよ。これをちゃんと見れば本当に歴史に対する造詣が深くなると思います。